どうもこんにちは、そうやです。はい、今回はホンダのビートのメンテナンス作業をやっていきたいと思います。最初はね、ドンガラでもう完全やる気満々のビートでしたが、最近内装がついてですね、だいぶ快適に乗れるようになってきました。今回はですね、まあ、ちょこちょこっとしたちょっと手直しということで快適に乗れるようになってきたんで、今まで気にならなかったところがちょこちょこちょっと気になるようになってきました。なんで今回は、そこら辺をですね、手直しをやっていきたいと思います。で、実はですね、納車してからずっともうほぼガレージ保管だったんで、このビートまだ1回も洗車をしておりません。なんで最後にですね、洗車ぐらいちょっとやって綺麗にしてからガレージに入れてやろうかなと思います。それでは始めていきます。はい、というわけで、改めましてホンダビートのメンテナンス作業、早速始めていっております。最近花粉の飛散もだいぶ収まってビートに乗る機会が、結構増えてきたんですけど、このホンダビートもうね30年選手なので、今回からちょっと複数回に分けて、メンテナンスをやっていきたいと思います。はい、まずは、右フロントのヘッドライトから見ていきます。実はカプラーがですね、もうすぐに指で取れちゃうくらいこんな感じにもうグズグズになっております。これビートでよくあるらしいですね。なんで今回はこのカプラーからこちらモノタロウで購入した、H4 型のコネクタ、メス側の端子セット、これに交換していきたいと思います。はい、というわけでまずはヘッドライトカプラーの交換をやっていきます。運転中にですね、段差を越えた時に左のヘッドライトがなんかチラ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 点滅してたんで、あれと思ってよく調べてみるとこんなことになっておりました。で、ボンネットを開けて、見てみたところ、グリスがもうぎっちり詰められておりまして、こんな状態です。接点不良で車両火災とか車輪なんないんで、ここはもうモノタロウで新品を買ってきました。もう H4 型のカプラー交換するのはまあ別に大したことないんですけど、ビートの場合はちょっと作業スペースが少なくて結構難儀しましたね。はい、というわけで交換終わりまして、こんな感じで問題なくつくようになりました。はい、配線の作業はちゃちゃっと終わりましたんで、次もちゃちゃっとラジエーターキャップを変えていきたいと思います。ビートの場合はラジエーターキャップ、2箇所あるみたいなんで、そちらを変えていきたいと思います。まずはここですね。はい、これから交換するのがこちらで、古いのがこちらです。古い方はだいぶもう傷んでいるというか、問題はないとは思うんですけど、ちょっと気持ち的にね、やっぱ綺麗な方がいいんで、そんなに高いもんでもないですから、こちらの新しい方に交換していきたいと思います。はい、今度はリアトランクを開けて左側にあるこちら、エキスパンションタンクだったかな、確かなんかそんな名前の冷却水が入っているタンクがあります。ここも一緒に変えておきます。こちらはもうなんかすっごいサビサビですね。ああ、よかった、中は無事なようです。キャップはもうボロボロなんで、これはもう変えておきましょう。今回使用しているラジエーターキャップはこちら、NTK 製のラジエーターキャップ、品番は、トヨタ日産三菱系の共用になっている P539A ってやつです。ホンダが入ってないけどイケてるようですね。形も全く一緒です。これもスポッとつけて終了。はい、ラジエーターキャップの交換終了です。せっかくラジエーターキャップきれいにしたんだったら、エンジンのオイルフィラーキャップもきれいにしていきたいですよね。というわけで純正のオイルフィラーキャップを用意しました。品番は、まあ、こちらの通りです。こちらが古い方、こちらが新しい方、色が全然違います。ちなみにビートのオイルフィラーキャップはエイプかモンキーか、なんかそのバイクのオイルフィラーキャップがなんかつくらしいんですけど、オイルフィラーキャップ飛んでいくことがあるらしいんで、私はできれば純正を使うことをお勧めしたいと思います。走っててオイルが負けてたとかね、オイルビシャビシャみたいな、そんなの絶対嫌ですからね。はい、というわけで些細なことではありますが、錆びてる箇所が少なくなった分すごく気持ちよく感じます。そういえばこの車減衰調整したことないな。ここにある、あー、あったあったあった、街乗り用にもしておきたいんで、一番柔らかくしてからちょっとやりたい。あ、硬いな、硬いな。減衰調整のノブがちょっと錆びてますね。あとはかぶせて、このカバーいいですね。あ、それでは次に行ってみましょう。よいしょ、
はい、続いてが、この間ちょっと対策した遮熱板あたりなんですが、どうもね音がまたちょっと出始めて、一回潜ってみたらですね、ここ見えるかな、これ遮熱板にクラックが入ってるんですよ。でちょっとこれをですね今回修理したいと思います。はい、というわけで取り外した、触媒遮熱板のステーです。下からやったらちょっと見えにくかったかもしれないですけど、裏から見たらもう一目瞭然、パックリ割れちゃってます。低回転時とかにね結構ビリ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 カラ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 、なんか鳴ってたんですけど、おそらくねこれが原因じゃないかなと思います。でこの遮熱板ステーの割れもなんかビート持病らしいですね。これよくあるらしいです。まあこれを直すにはもう溶接しかないんで、早速溶接をしてきれいに、直していきたいと思います。はい、というわけで、続きまして遮熱板ステーの溶接修理ということで、実は溶接機を買いました。2年くらい前に買いました。今回初投入です。なんと2年間も溶接機を寝かし続けておりました。この溶接機はねヤフオクで買ったんですけど、ちょっとめんどくさいですね。トリガーを引かない状態でも溶接ができちゃうんで、ワイヤーが長い状態でこの部材に触れちゃうとそのままバチッと溶接始まっちゃうんで結構使いにくいです。だけどまあ問題なく溶接はできたんで、シャシーブラックをシャシャッと拭いて、乾燥してから取り付けを行います。はい、それでは続きまして、エンブレムです。ビートのエンブレムはフロントがちっちゃくてギアが大きいエンブレムになっております。品番の方はね似てるんですけど、フロントの方がこの品番です。でリアの方はこちら、75700と、75701の違いですね。というわけでシャシーブラックを乾燥させている間にこれを取り付けていきたいと思います。いや、やっぱこの時代のホンダのエンブレムはちっちゃくていいですね。最近のエンブレムはなんか車と一緒に大きく大きくなってきてるんで、私はこれぐらいが好みです。というわけでこれを取り付けていきます。もう取り付けは脱脂してパチッとはめるだけです。リアエンブレムはフロントよりちょっと大きいですね。フロントの方はここにカラーが入ってましたけど、リアの方は両面テープ止めになっております。よし、はい、というわけで、今回の作業はここまでとなります。まあ、すっごい細々とした作業ばかりだったんですけど、次回からは、もうこのビートを購入した当初から気になった部分を、本格的に修理していきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。